ジョン・ルーリーはアメリカのサックス奏者、俳優、ミネアポリス出身。1978年にギタリストのアートリンズへ、弟のエヴァン・ルーリーらとラウンジ・リザーズを結成。マイルス・デイビスの作品を多く手掛けたテオ・マセロをプロデューサーに迎え、1981年にアルバムザ・ラウンジ・リザーズを発表した。自らの音楽をフェイク・ジャズと呼ぶ。 1980年代には、ジム・ジャーム氏監督の、ストレンジャー・ザン・パラダイス、ダウン・バイローに出演した。1991年に自らが監督、出演した、釣り番組、フィッシング・ウィズ・ジョンは、デニス・ホッパー、トム・ウェイツ、ウィレム・デ・ホー、マット・ディロンが、ゲスト出演し話題となった。坂本隆一のアルバム、ハートビートに参加している。1991年に、 東京で行われたコムデ・ギャルソンのファッションショーへモデルとして出演した。1990年代、ライム病を発症した。近年は画家としても活動を続けており、2010年にはワタリウム美術館でも個展が開かれた。本人の公式、ツイッターで、これまで出会った人間で最もバカバカしい人は、安倍晋三であると述0している。マスターズ、マーク、ザ・ジョン・ルーリー。 ナショナルオーケストラザインベンションオブアニマルズアルバムレビューピッチフォーク2017年1月23日閲覧ペトリシッチアマンダアウトオブノーウェアニューミュージックフロムジョン・ルーリーエスメイドアップアウトサイダーアーチストザニューヨーカー2017年12月10日閲覧ありがとうございます